マーベイスみんなの様にいくだよでしょはいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょう。はい、今日は皆さんからいただきましたワンピース最新話の疑問に私、たかしが僭越ながら答えさせていただければと思います。で、最後まで見ていってください。それではいきましょう。お願いします。はい、ぜひチャンネル登録まだの方よかったらお願いします。いろんなワンピース最新話関連のトークしてます。一緒に楽しんでいけたら嬉しいです。はい、そしたらここからですね、あの最新話のネタバレがありますのでお気をつけください。で、いつもですね、ツイッターの方で X の方でですね、質問募集しておりますのでフォローお願いします。はい、じゃあ行きましょう。はい、では早速いきたいと思います。はい、タコワサバツ OSP さん、タコワサさん、ありがとうございます。ありがとうございます。たまにいただく気がする。ありがとう、タコワサさん。あ、タコワサを食べるってことね、うん、はい、ありがとうございます。え？適当すぎる、はい、ありがとうございます。ボケなボケでもないし、なんか ですね、こんにちは。怖いな。じゃあ、はい、いつも楽しく見てしております。いきます。もんです。はい、鉄の巨人の口調が幼い子のように感じました。はいはいはい、あると思いますか。これからも体調に気をつけて頑張ってください。あ、ありがとうございます。いや、本当にそう、本当にそうよね、うん、本当に体調気をつけてみんなね、うん、本当に熱中症になるこれね。早い、やばい。もう6月ですでにもうやばいよね。マジで昨日急に頭痛くなったもん。暑くて危ないよ、危ない。頭痛くなったら危ないよ、あなた熱中症ですそれ。そ、下手したら本当に水分脱水症状とかになってたら頭痛くなったりするからね。もうでもあんま汗かいてないから平気かなと思ってたけど、あ、一番やばい、一番やばいあ、そうなんだ。一番やばいよあ、そうなんだ。だからもう汗がないのよ。水飲め、水。あんま俺水飲まないから。あんま飲まないじゃん君。そうなんだよね。死ぬぞ死ぬぞ本当に。飲まないんだよね。あ、気をつけないと。死ぬよ。コーヒーばっか飲んじゃうから気をつけないとね。あ、死ぬ死ぬ、うん、死にますマジで危ないよ皆さんも気をつけて、はい、気をつけましょう。はい、はい、うん、で、何でしたっけ、ロボが水飲まないって話でしょ、うん、ロボ今水いっぱい飲んでんじゃないか海中でねいっぱい飲んじゃってる。ロボの口調問題、うん、いや本当そうなんだよな。やっぱ気になるよねこのロボ、うん、まあ、結局もうお前は何なんだっていうね、うん、何者なのかっていうところも、うん、まずねそこも気になるんだけど、うん、まあ、まず口調ですよね、うん、確かにね。どこジョイボーイ、どこへ行った、会いたいな、いたよねジョイボーイ、変だな変だな、かわいい、なんかかわいいねえ。なんか全然口調がその何昔っぽくもないし、うん、なんつうの、なんか勇ましさもないし、なんか等身大の子供のような印象を確かに受けますよね、これね。ジョイボーイ、お前は一体今どこにいるんだ、うん、とかね、なんかそういった感じじゃないじゃん。確かにござるとか言うしね。そうそうそう、ワノ国系とか例えばそういう何、語尾とかでもないし、ね、なんか別に特殊な感じでもない、ただなんか拙い感じはしますよね、うん、その言葉遣いは、うん、どこジョイボーイ、変だな変だな、うん、ね、ロボ語の可能性もあるからね、まだね、うん、ジョイボーイ、どこ行ったまだね、だからなんかまだ思考的にはめちゃめちゃできるわけじゃないから、そのいや、まあ人間もそうじゃないですか、やっぱ子供の時の方がそれはね言葉拙いし、うん、でだんだん成長するに従って、うん、まあ、言葉がどんどん操れるようになってくるっていうのがまあ普通じゃないですか、うん、だからそれと同じように、だからこの言語を操る技術もまだ整ってなかったというかね、うん、900年前はとにかくすごい技術であったんだけど、うん、この言語を扱うレベル、ロボが言語を扱うにはまあこのぐらいが限界だった、うん、みたいな、まあパターンがストレートにいくとそうですよね、うんうん、まだまあ一応ロボで動きがするなんか意思もあるんだけど、そこがまだ限界だった、うん、だからまああとは本当に元人間パターンとかだよね。ね。ああもう分かんないじゃん。なんかもうずっとさ、やっぱそんな確証はないですけど、うん、やっぱその海洋類もなんか喋れるし、うん、でズリーシャも喋れるしと、うん、とにかくなんか人じゃないやつらが人の言葉を喋ってるわけですよね。うん、これ何よ、だからこれはっていう。転生したんだ、転生。
でそのパターンもあるんだよね、だから、うん、元人パターンね、うん、で生まれ変わってんのか、うん、姿だけ変わっちゃってんのか、うん、はたまた例えばできるその人格移植手術とかでね、うん、それこそオペオペの身にはそういった技もありますから、うん、人格だけここにこう入っちゃってるとか、うん、なんかいろんなことはね考えられるんだけど、うん、まだ確証は一切得られないですよね、うん、ただやっぱこのロボはなんか子供っぽい印象を受けるんだよな、うん、なんかだからこそなんかちょっとさ、なんか同情しちゃうというかちょっとかわいそうに映りましたよね、なんか、うん、でじゃあこれが仮に子供だったとしたらどういうことだって話よね、うん、元子供だったとしたら子供がロボになってる、うん、なんかそれも全く意味わかんないですけどね、うん、どう一体何がどうなってそうなってんのっていう、うんうん、もう完全に妄想ですけどね、ちょっと妄想ですけど、うん、例えばまあ子供の人格をここに移植した、うん、いやでもなぜそれをしなきゃいけなかったんだとか、なんか一個その踏み込もうとすると、うん、もう周りは一面謎で埋まりますよねこれ、うん、このロボ自体がねまだ何にも分かってないから、うんうんまあそうしないとまあいけない事情があった、まあ、そうまでしてでも子供を生かしたかったとか、だからこのロボは何で生まれたのか、誰が作ったのか、うん、本当にジョイボーイの仲間だったのかとかね、ジョイボーイのことは話してはいるけどジョイボーイの仲間かどうかまだ確定で出てないですからね、そこが気になるところですよね、ジョイボーイとの関係性っていうのも、分かってそうで分かんないわけですよ、解放のドラムで目覚めてジョイボーイを探して歩いていたぐらいしか分かってないですからね、でジョイボーイに会いたいと言ってるわけですよ、まあやっぱりこれあと人格あるんだよな、会いたいという感情があるんだよね、変だなというその疑問に思う感情、で最初に目覚めた時はすまないジョイボーイつってね謝ってたし、謝罪するっていうこともできるわけですから、まあ、謝罪なんてできない人もいますからね、人間でもできるんですからこのロボは、いやだからやっぱ特殊な感じはするよな、ただのロボでパシフィスタっていう感じじゃないんだよね、一見パシフィスタみたいになんか命令だけに忠実で それに従って動くのかと思いきや人格があるんですよね、だからそこがまた謎、でも多分こっから動いてくるとは思うんですけどね、個人的には海中から、うん、で海中でねギアフィスのニカのことをいたっつってね一番ラストのコマで感じ取ってたしね、うん、だからまだその停止してないんですよ、水中でも別に、機能停止してないんで、多分動けるんじゃないかなとは思うんですけどね、だからこれがもう完全なるロボなのか、例えばあの鎧だけ動くみたいなんじゃん、あの動き出す鎧だっけ、なんかドラクエとかでもあるんじゃないんだっけ、さまよう鎧ね、あそれ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 、さまようだった、だからさまようロボじゃんだってこの人、だからさまよう鎧みたいにその中何にもなしで、このロボだけが謎の力で動いてるとかね、解放のドラムの力で、それもあるかもしれないしね、実際ロボかも分かんないっていうね、鉄の巨人鉄の巨人って言われてて、一応巨大ロボって感じでは思ってはいるけど、鉄じゃないみたいなね、なんかね、その動き出す特殊なパターンもあるしね、ちょっとロボはまだ謎すぎますわ、ちょっとまた次週以降ね多分ロボ描かれるんじゃないかなと思うけどね、これ沈んじゃったけど、まあ多分この2人のニカとボニーとルフィと共闘するんじゃないかなとは勝手に思ってますけどね、ちょっと次週以降のロボの動き待ちですねこれ、はい、ホロセイサイドが子供をこう移植しちゃったんだよね、ああもうそっちのやパターンね、なんかこうジョイボーイ軍団をね、ああこの人知ってたもんな、ジョイボーイ軍団をこうやっぱ分散させるみたいな、なんていうんですか、ね、はい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 、ちょっと危険だったから向こうからしたら、うんなんかいろんな人にやっちゃったみたいなパターンね、うわなんかそっちのパターンもあんのか、うん、いやおもろいっすね、うん、逆に強くなっちゃったみたいな、ゴロスちょっと爪が甘いから、はいはいはい、ロボットとか逆にね、象、象ね、象だっけあれ、ズニッシュね、とかに意識をこう移しちゃったから、逆にちょっと脅威になっちゃいました、みたいなね、適当なこと言ってんだけどたまにおーってなんだよな油断できないんだよな、ケイさんの発言すげえ最初すんごい適当だったよ今日一発目急になんか角度えぐいの来るからな、いやなんかそれもあんのか、ジョイボーイサイドだけじゃなくてね、なんかそっちの世界政府側の何か思惑でそうなってしまったみたいなね、
かんないけどね。いやあるよな、だって例えばだけど、ホビホビとかだって敵の姿をおもちゃに変えるじゃないですか、うん、例えばね、うん、であのホビホビってめっちゃ支配する能力じゃん、うん、じゃあ、うん、だからそんな感じで例えばそういうね当時の能力で姿が変えられてしまって、もともと子供でね、うん、だから敵サイドにやられたっていうパターン、うん、うわなんだこの人おもろいこと言ってる今まあでもね、まあ、まあもちろんね、あの根拠ないんですよね。まああるかないかはちょっとまだだから、それは誰にもわかんない。誰にもわかんない。誰にもわかんないから。根拠がなくたっていいことだってあるわけだから、この中にね。地震とかね。そうそう。根拠なくてもあっていい時あるからね。あってもいいわけだから。そうかそうか。そうかそうか。これから見つけるってことですね。いや、おもろいっすね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次の質問いきたいと思います。はい、マサトハルのパパさん。マサトハルのパパさん、ありがとう。高瀬さん、こんにちは。たまにいただく気がする。こんにちは。毎日楽しい動画の配信ありがとうございます。あ、いつもありがとう、毎日見てくれてありがとう。質問です。はい、鉄の巨人のセリフからジョイボーイを探して動いていることが伺いましたが、200年前にマリージャを襲撃した時も実はジョイボーイを探していたということでしょうか。だとしたら、当時にも鉄の巨人をこう起動させるニカみたいな存在がいたということにありませんか。ご意見をいただきたいです。はいはいはい。いやめっちゃそうっすよね、うん、そう、鉄の巨人関連、うん、もう一ついただいた感じだと思うんですけど、うん、いやマジで200年前の謎が広がる広がる、うん、いや200年前マジ何があったんだろうね、うん。今のところ分かっている要素としては、まあ、ロボがどこからともなく現れてマリージョを襲って、うん、ただ別にね大きな被害はなく、そこで動力が切れてしまって、うん、機能停止してしまった、うん、でそれを五老星はおそらく見てるわけですよね、先週、うん、おいあれはっつって、間違いない、200年前のあいつだってね、うん、気づいてたわけですから、うん、つまり200年前のあいつだって気づくって、もう知ってるってことじゃん、うん、見てるってことじゃん、当事者じゃん、うん、ってことなんですよね、うん、だから五老星はおそらく200歳以上ではありそう、うん、もちろん5人全員がかは分かんないよ、5人全員がかは分かんないけど、少なくとも何人か、うんうん、だから何人かはあのロボを直接見てるんですよねきっと、うん、マリー城で200年前に。でロボっていうのはおそらく解放のドラムで動き出すであろう存在ですよね今のところ、うん、おそらくね、うん、まだ確定ではない。いやここがまた絶妙なポイントでさ、まだ確定じゃないのよ、うん、まあ多分そうだと思うけどね、うん、ベガパンクが動力が分かんないって言っていて、うん、でただやっぱルフィがギアフィブス状態になった時にボワッとね目が覚めたりしてるので、うん、おそらく火曜のドラムで、まあ、目覚める、うん、起動するんだろうな。で多分そこがエネルギー源、うん、まあそれが解放のドラムなのか、うん、ね、その音楽が力なのか、うん、なんかそのあたりは分かんないんですけど、うん、まあ少なくとも解放のドラムが何かしらの関係を持っているそう、うん、でまあここから結びつけるとやっぱ200年前にジョイボーイじゃないけどニカの能力を覚醒した人がいたの、うん、ってことに繋がりますよね、うん、やっぱそうだよな、だってそうじゃなきゃ繋がんないもんな今のところだとな、うん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 、だからまあゴムゴムの実がね、まあ、代々受け継がれてきて、うん、いろんな人たちが多分前任者いたんでしょう、うん、ジョイボーイの後にも多分いたとは思いますよやっぱさすがにね、うん、世界政府が手中に収めようとしたらなんかね意思があるかのように逃げてって逃げてって、うん、世界政府は手に入れることができなかったと言っていたわけですよね、うん、ゴムゴムの実、うん、だからその間も多分どこかでどこかでいろんな人が食べたりしてこう世界政府から逃げられるような形になってたんだろうね、うんうん、で200年前に、まあ、ゴムゴムの実を食べた人物がいて、うん、その人物が、まあ、一瞬ニカになっててもおかしくはないですよね、うんうん、けどまあ実際のそのジョイボーイではなかったというかね、うんうん、その今はルフィこそがジョイボーイって感じですけど、うん、現世の、うん、ただやっぱ噛み合わなかったりもしてるんじゃないかな、うんうん、やっぱ今が大事ですからね、やっぱルフィこそがすごく大事なね存在っぽいですから、うん、だからまあ先代のニカの能力者がまあいたのかなっていうのはやっぱ一個硬そうではありますけどね、うん、可能性としてはね、うん、あとはやっぱ時々で飛んできたみたいなのねずっと言われていると思うんですけど、うん、このロボ出てからね、うん、時々は一応他者をね未来に飛ばせますから、うん、まああれがだから何年先まで飛ばせるかっていうのが分かってないんですよね、うん、あ800年前から飛ばしたとしたら600年先に飛ばしてるわけですもんね、うん、200年前、うん、600年も飛ばせんのっていう、強くねねえ、うん、もうそれ問題の最強先送りだもんね、うん、実際、うん
なんか敵キャラいたらさ、あい600年前600年超えゴーってやっちゃえばさもう勝ちだもんね。強い強いよね、うん、先送りすれば一旦解決できるもんね、うん、2年後とかだったらさ、うん、あの会っちゃうじゃん。2年後経ったらそいつがパーってまた現れるから、うん、だからね、自分が生きてる間は先送りできるもんな。だから600ってことはなさそうだと思うんだよな、さすがに最強すぎて。そうだよね。だから時自身も、いや未来へ未来へ旅をして、うん、800年前からいやパッ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 って飛んできたよ、小刻み、うんうんうん、時自身は。だから時がもし飛べるんだったら普通に800年後に飛ぶと思うんですよ、うん、800年前から、うん、要はルフィの現代に飛ぶと思うんですよね、うん、飛べるなら、うん、ただちょい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 こう飛んできてるっていうところを見ると、うん、200年まあ要は数百年も一気にはワープできないんじゃないかな、うん、未来にタイムワープね、うんうん、とはやっぱ思うんだよね。であとはちょっと俺今週読んだ段階でもうこれちょっと想像妄想ですよ、うん、想像妄想けどありえるかもと思ったのが先代の年々の実の能力者ね、うん、もうありえるでしょこれも。どういうことかっていうと、うん、ボニーっていうのはそもそも、うん、サターン星がエキスをボニーに与える実験をして、うん、ボニーが年々の実の能力を得てるわけですよ、はい、つまり年々の実って、うん、マレージョアにあるんですよね、うん、で悪魔の実って、まあ、もちろん実にもよるんだけど、うん、同じ場所で転生することがあったりするんですよ、うん、例えばあのスマイリーの、うん、サラサラの実はもうその場で亡くなったその場で悪魔の実になった、うん、であとチャカペルの、ファルコンと、うんジャッカル、うん、あれもおそらくアラバスタに、うん、伝わる守護神、うん、ファルコンとジャッカルがあそこずっと壁画に描かれてるんですよね、うん、だから多分数百年間あそこで受け継がれてる能力なんですよ、うんうん、だからきっと悪魔の実は同じ場所に転生させることが多分可能だと思うんですよね、うん、何らかのその技術なのか儀式なのか分かんないですけど、うんうん、まあねゾーン系には意志が宿るとかもね言われてますし、まあパラミシアに意志が宿るかはちょっとまだ分かんないですけど、うん、一応悪魔の実はそうやって同じ場所にこう転生することがあると、うん、ってなった時に代々年々は実はマレージャーで転生されるみたいな設定があったとしたら、うん、先代の年々の能力者が大人になっちゃうとね現実を知っちゃうからニカなんていないって思っちゃってニカになれないけど子供の時だったらニカになれるわけよ言うたら、うん、想像でいくらでも強くなる能力ですからね、うん、で結果ボニーはね、うん、ニカになれてるわけですからね、うん、だから先代の年々の能力者がマリージャーにある年々の実を、うんまあ、例えば食べさせられて、うん、そのキャラが年々の能力でニカになって、うんでどんどんとっとして、うん、そしたらロボが気づいて、うん、あれジョイボーイいるやん、うん、マリシャーの上にいるやんどこどこって来た、うん、っていうパターンですよね、うん、あー今今週読んでのまた広がりましたよねこの話がね、うん、ありえるよねそれ、うん、だって以下なんだからもう年々の実は確かなれるんだから確かに何にでもなれるんだからねこれ想像力次第で確かにただちょっとでも多分ね自分自身ができないって思ったら多分できなくなっちゃうんだよ。いや現実を知っちゃうともう できないから弱くなっちゃうからね、うん、ねサタン星にニカみたいな未来って言ったらパヨーンって言ったらただの風船みたいなパンチしかできなかったからね、うんうん、ただだから当時の例えばね、まあ、それがわかんないバッカニア族なのかわかんないですけどね、うんうん、バッカニア族はもう代々ね奴隷として天竜人に扱われてしまうわけですから、うん、で天竜人っていうのは悪魔の実をその余興として奴隷に食べさせる文化がありますから、うんいやそれもありえるんじゃないかなって今週読んで思ったな、うんうん、そんな感じですかね可能性としてねここがだからまた一個その一個増えたのかなと思うな、うん、もちろんあの普通にねストレートにあの200年前にジョイブーがいたっていうのが全然ありえそうですけど、うん、そのパターンもありえんのかなと思いましたね、うんうん、はいじゃあ大人が食べたら年々の実はあんまりってことだね、うん、弱いね多分 K さんなんか食べたもんには何にもできない、うん、あれはちゃんとこう現実的なことを考えちゃいけないんでしょ、うん、いけないっすわ結構厳しいな結構厳しいな厳しいなまあ多分敵の年齢操作ぐらいだったらできんじゃないだからそれはいけんのか、うん、ただあのあれ永続効果じゃないからねそのうち切れるからそっかそっかうん、じゃあ、まあんまり俺が食べてもあんま強くないんだなまあそうね変装できるぐらいじゃない自身が子供になって年齢操作できるぐらいね ね年齢操作してくらいじゃないあそっかそれは一応ボニーもできてるからねそっかそっか、うん、ただニカとかその、ねうん、本当に空想上の最強のものを想像する自分がそうなるって思うと、うん、やっぱどっかでそう、ね、ブレーキかかっちゃうよね大人になればなるほどねなるほど想像、うん、力ないからなうん現実主義だもんね現実主義だからしょうがねえな、うんうん、まあそれも大事それも大事よなそれも大事はいありがとうございます、はい、ありがとうございます
はい、じゃあ次の質問いきたいと思います。はい、ゆうしさん、ゆうしさん、高橋さん、ケイさん、オレスピの皆さん、お願いします。海賊団ご覧の皆さん、カウントダウン TV をご覧の皆さん、おはこんばんちは。カウントダウン TV になってるかいつからカウントダウンってやってないよ。今もあれないんだろうけど最近のカウントダウン TV が分かんないけど、なんのかな、懐かしい。いつも高橋さんのツッコミ予想しながら楽しく拝見させていただきありがとうございます。恥ずかしい、ツッコミ予想されてた。俺これ今予想されてた合ってた、予想と合ってました。今早速ですカウントダウン TV 今もこれなのって言ってましたけど、早速ですね、質問させていただきます。はい、まあ、デビューパンク本体のナッキーアトム、パンクレコードが成長するってすごいって思います、うん、それはさておき、はい、中将たち、うん、シービーストウェポンが幼児化した次のコマで、うん、ボニーが銃を持っていました、はいはい、これってボニーの能力を銃で撃ったってことですかね、うん、はいはいはい、だとしたらボニーの能力の覚醒で飛ばせるようになったか、うん、能力をまとって飛ばしたってことですか、はい、うん、はいはい、ちょっともう他に全部読んでますね、それにしてもボニーの結果は嬉しいです、うん、そんなボニーが好きです、うん、サターン星もボニーに年々の能力を増やしたことを十分悔やんでください、うん、サッターン星に対するメッセージ。そこで質問、もう一個質問なんですけど、黒ずくめの陣屋力、サターン星、教員免許執行の可能性がある大和先生の中で誰が一番やらかしてますか。ついでによかったらボニーの飛ばす能力についての見解をお願いします。これからも逆だろ、これからも楽しい動画よろしくお願いいたします。後半がついでだろ、はい、そのなんだウォッカーとかジンとか教員免許執行の大和先生そっちがついてたろうかい、やらかしは誰、やらかし誰よ、うん、じゃあそれ、うんっていうことですね。誰やらかしは、やらかし、うん、まあどう考えても、ジンとウォッカーとサターン星とジンの兄貴かサターン星か、大和先生かっていう話ですね、うんうん、ジン、サターン星、大和先生、はい、誰、まあ、大和先生じゃない、俺かい俺かい、何やかんやねやらかしてる回数で言ったらそうだな、ただ全然可愛いもんだぞやらかしがクイズの回答を間違ってるだけだからな、うん、そうだね2人に比べたら可愛いもんだろうがいいんだよ、本題だろ、ボニーだろ、うん、ボニーはね実はですね、うん、これあの銃使ってる子もあるんですよ。どこだったっけな、そう、まあ、今回今週、まあ、ボニーが銃を持っていて、うん、でかつその、まあ、前にはね軍艦にいるボニーと多分対峙したであろうドール中将、オブルグラス中将、うん、シービストウェポンと、うん、がいたんですけど、うん、ボニーこの前にも銃を使った技をやってるんですよ、うん、108巻になってますね。ボニーが下の海兵たちと戦ってるシーンですね、サタン星のとこに行く前に、うんうん、銃を持っていてそこからドドドって銃を撃ってるんですよ。 NDE という技、臨死体験という技ですね、うんうん、でこれを受けた敵は、うん、一気に骨まで置いて、うん、そうするとパッて戻るんですよ、うん、また人間に、うん、そうするとその人間はもう心が折れるわけですよね。一瞬死んだと思うから、うん、一気に置いて、ただ能力が多分解除されるんでしょう。その多分能力で年々で死までは与えられないだろうから、うんうんうん、いや白骨化まで いきなり怒らされて、うん、ふわって、うん、そしたら能力が解けてパッて戻るわけ、うん、そしたらもうその敵は死んだと思うわけだよね、うん、サンズの顔が見えたっつって、でこの時にボニー銃で撃ってるんですよ何かを、うん、でそこでなんかねドロってなってるんだよね敵の頭とかが、うん、でこれは何かを飛ばしてるんですよね、うん、うん、で銃弾なのか、でも銃弾だったら脳天に当たったら普通に死んじゃうから、うん、銃弾じゃない何かその能力の何かを多分飛ばしてるっぽいんですよね、うんうんうん、くる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 ガチャッつって拳銃使ってるんですよ、うん、だからボニーは何かの能力を宿したものを多分飛ばせるんだと思う銃で、うん、本来であれば触れなきゃダメなところをこの銃で、うん、要は遠距離攻撃もできるように、うん、多分技術を高めてるんだろうなっていう感じですかね、うんうん、だから例えば弾なのか、それピストルの弾なのか、うんうん、何かしらに能力を宿して撃つことは可能って感じですね、うん、なのでだから似た人がいるんですけど、うん、ミスター5って人なんですけど、うん、自分の鼻くそこを飛ばすっていう、うん、はいはいはい、あの最強の技ね、ね、うん、最強の技、うん、であと銃に自分の息を入れて、うん、ね、ブリーズブレスボムっつってその息を飛ばすっていうね、うん、みたいな、うんうん、だからいろいろその能力を銃とか武器に詰めて飛ばすみたいな人もいるわけですよね。ああ、そう、そういう使い方もできるね、そうそうそう、まあ、イムサマ砲みたいなねこともできるからね、イスター5は、そうそう、イムサミスター5、もうちょっとややこややこくなってますけど、うん、あれは違う、ミスター5じゃないんです、あれはまあ、要はああいうことね、ミスター5、要はああいうことね、要はじゃないんだけど、イム様の正体ミスター5だと思ってる人しかそれ分かんないから、
そう、まあ要はね、要は能力を飛ばすってことができる、うん、でボニーもまあ今回ねこう拳銃持ってるんで多分、うん、ドールとかに多分その自身の能力を当てたんじゃないかな、うんうん、まあ相当なその射撃の能力だけどねそれ、うんうん、それはそれで、うん、っていう感じだと思います。多分それで能力を当てたんじゃないかな、うん、距離あるしね、うんうん、まあそれか普通に近くに来たとかパパパって触ってるだけかもしれないですけどね、うん、そのどうしてこのちっちゃくなったかっていうのは分かってないから、うんうんうん、まあボニーは多分それはもうプロですから、うん、ササササって多分敵を触るのは、うん、もうそれで要はね最悪の世代まで登り詰めてますからね、うん、言うてもでね、どう多分2人とも別に遠距離攻撃なさそうだし、うん、そんなにね、うん、ボニーがパッパッパッていけば、うんうん、なんかできる気もするしね、うん、多分まあどっちかじゃないかな、うん、ピストルを使ってやる技もありますし、うんうん、普通に触ってやったって可能性もありますから、うんうん、っていう感じですかね、うん、なのでそうだと思います、うん、はい、うん、いやでもあれですね、うん、今回も中条やらかしちゃいましたね。やば、うん、やば、やっぱりちょっとなかなか残念だったなと思います。はい、やばそろそろ本当に怒られるぞお前知らんぞ俺はその楽しそうにアンチ活動してアンチってお前本当にいや怖いからな自分のとこに帰ってくるんだからないですか。知らんぞ。私アンチじゃないですよ。応援してますから。いやいや今のは応援してますから。今のはニヤニヤしてたよ今。道路ファン多いよ。いやいやお前本当に私応援してるんだから本当に。あの海軍、私海軍好きなんだからね、はい、分かるでしょ。だって赤犬とか好きなんだよ、うん、私言うても、はいはい、海軍は応援してます。常にそう、ね、常に応援してる。頑張ってほしい、はい、そういう意味で言いました。はいはい、うん、ニヤニヤしとったろ。ニヤニヤしとったぞ。はい、いやまあまあでもまあボニーが強かったんだろうな。まあ、そうかもね。うん、まあ、ボニー要は多分覇気的にも多分これ解除できないぐらいなんじゃないかな。うんうんうん、まあだからまあ逆に言っちゃえばボニーの想像力が上がってるのとかも関係あるのかもしれないですけどね。うん、ここは。なるほどね。うん、うん、うん。覇気も多分相当強いだろうからドールも、うん。ブルーグラスはね肉体戦とかあんま強くはなさそうだから、うんうん、そこまで。ただドールはだってあの武装をまとってたからね。うんうん、前回、うん、ああロックノールブラスター、あれやべえ忘れちゃった、うん、そうあれ多分的を吐きだと思うからあれ、うんうん、ただそれ上回るボニーっていう、うん、そうすると結果的に、うん、K さんの、うん、中小弱いねみたいになっちゃったけどね。、まあ、強いから、ね、まあまあちょっとね、まあ、描かれ的にねこれからを期待していきたいなと思ってます。うん、はいはいはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ワンピースで楽しみ。はい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。次も見てください。来週もありますから来週も楽しんでいきましょう。明日も楽しみ。またね。明日もちょいみさんあります。だからお願いお願いします。チャンネル登録お願いお願いします。そしたら喜びます。 Say